はいどうも、エテです。デスタムーア、マルチではね、とりあえず、すべてのクエスト、クリアしました。ってことはね、やっぱり、ソロも行かなきゃいけないよね、ということで、今回は、デスタムーアのソロ攻略、伝説級、やりたいと思いまーす。やりたいと思います。これね、いやー、基本的にさ、やっぱミッションはさ、なんかコンプリートしたいじゃん。基本的には。ただソロでやるときはだいたいこの上級のこの下のね、推奨レベル68の超級ね、超級の方でだいたい死なないでクリアをできないぐらいの今状況です。だからね、まあ今回は難関でね、難関っていうでクリアできるかなっていう、まあそこがミソですね。一応報酬では、これをクリアすることによって500ジェムはもらえるんで、まあ500ジェム以内にねクリアできれば、グッジョブですね。はい。では行きましょうか。ソロで行きます。トム部長さんだ。トム部長さん使わせてもらいます。ちょうど海賊だし、このデスタムーアのクエはね、海賊が、非常に有効なんでね。前のマルチでね、しっかりお勉強してきたんで。じゃあトム部長さん。お願いします。はい。で、道具は、まあ、毒消しと、これは必須で、特薬とアモールと世界樹。ちょっと石とか入れる隙間はないね。ないない。 OK で、食べ物はクレープ。何をね優先していこうかと考えた時にね、やっぱり守備力ダウンが一番怖いかなっていうのがエテの感想です。炎ブレス耐性でもよかったけど、収力ダウンか炎ブレス耐性か休みガード系ね。まあ今回はこのクレープ持っていきます。よし。さあ、ちょ、最初は倍速でいくけど、途中から倍速と消すんで、この動画長くなります。長くなります。はい。最初はとりあえずね、もうソロの時ね、忙しいよね。これ4人も動かさなきゃいけないから、もうすごい忙しい。基本的にはやっぱね、この防御のところに置いとくのがいいんじゃない。そうか、一発目はあれか、一発目はそうか、一発目そういうことか、一発目そうか、ドックか。じゃあ、一人ずつ直していきます。誰か、ダメージ食らってるし、エテさんから直していきます。けど、新鉄撃撃ってるから回復できるんだよな。で、できればね、どっちかで、船歌入れたいから、エテグランデに船歌入れてもらおう。ほい。ルビス、チャージ。で、毒は回復。よし。で、船歌もうちょっとで入れられるから、ここは回復回復。ベイホイ、ちょっと待って、レイキ。ベイホイ、ミー。パワークラッシュ！はあ、オッケーオッケー、船歌入れる。で、ここ、エアスラギ。で、道具、特毒消し。え、で、グランデ？ちょ、トム部長、ちょっと待っといてくれ。戦いのスタンプって何？チバリア属性。ああ、ちょっと！ここは、ロト盾で、治癒して。ちょっと待って。新鉄劇。ああ、死ぬ！
徳徳家氏、防御。ちょっと待ってくれよ、ちょっともう忙しいって。また毒なったって。ちょ、防御。ちょっと今耐久。ちょっと待って、ザオラルします。で、ベホイミします。道具使います。で、船歌新鉄劇。もうここで柳使うの？も、嘘、まだ1形態やねんけども。あ、もう使わなきゃダメだ、これ。死ぬ。防御。はい、防御。防御の回復世界樹使って、で、柳即打ち。で、ここは、一気に、打つ。チャージクラッシュ、水星落とし、ルービースでいいかな。はいはいはい、これ落ちる。よし、よし。もうこれ1形態でこの状況ですよ。この状況。とりあえずガード。最初、ギガインパクトしてくるでしょ？ギガインパクト。ギガインパクトから入って、全体回復が今打てるのが、安らぎの歌、ポン！ここスクルト1個入れて、船歌1枚、もう2枚掛けや、もうこうなったら。2枚掛けんで、ロト盾で回復しつつ、特薬僧を、僧侶賢者のエテポンゲ、ランドスパークは、ランドスパークは単体だったっけ。守りばっかりしてたらね、もうね、勝てるわけじゃないんでね、攻めるときは攻めなきゃいけないから。やっぱどこでこうコンボつなげるかっていうのが大事ですね。あー、ここチャージクラッシュ1回入れて、よし、ランドスパークは全体ね。あー、特薬グランデで、まだ大丈夫。戦いのスタンプ灼熱。あ、やっべ、防御。あ、防御。これだから今船歌してたから今のダメージで済んだけど、船歌なかったら結構きつかったね今の。ここ固めるよ。固めて。よし、これでまたゲージ飛ぶから、ギガイン、あ、いや、あ、ギガランド来る。ああ、間に合って。ああ、耐えた。安らぎ。はい。うん。はい。自分ベホイミ。まあ、最悪エテグランデはいい。エテグランデ撃て！あー、灼熱残しとくばよかった。しまった、3形態3匹いるんだった、忘れてた。ほげん、落ちて、もう落ちてくれ。2、3、4、5、オッケー。回復はあとね。よし、とりあえず、第2形態も突破。ギリギリすぎるわ。
え、ちょっと待って、どうする、一旦防御、持っていって、回復、ホイミをエテグランデ、で、特薬も上げて、新鉄撃撃てないから、船歌入れれないから、スクルトもちょっとまだ。で、真ん中にターゲットやって、船歌入れれる。戦いの歌はちょっと違うな。戦いの歌は今は必要ない。ドラゴラム撃つ。で、ルービスも撃てれば、凍える吹雪前にもう一枚追加でかけたい。いてはされなければいいんだけども。エテさんは、新鉄あるから回復は大丈夫だと思う。あ、ルービス。あー、ダメか。ベホイミ。ベホイミして。何？これ何だったっけ？これ。死ぬ？生きる。あ、めっちゃ下がった、船歌入れる。あー、落ちる！おお！特薬、エテポンゲ。ここ一回し、ガード入れよう。吹雪ガード。吹雪ガード。いてはそこで来るわけ！卑怯だわ、それは！さすがに！なんだよ、こいつと、もう。新鉄打っていい、ゲージ飛ばない。薬草、ホイミをグランデ、チャージクラッシュ。はぁ、やめて、もう、ちょっと。水星で落とす。うわ、あかん、ちょっと。マイナスの。ちょっと、デバフがちょっと、デバフがやばいことになってる。スクルト。とりあえずスクルト。うわー、船歌まだ。船歌無理。スクルト。水星。船歌ちょっと、エテグランデの船歌待ちだな。道具回復。守備大丈夫。マインドブレイク。新鉄。防御か。船歌。船歌まで耐えんと。安らぎ。要防御は関係ないけど。で、道具でアンモール弾いとく。アンモール弾いといて。多分ガード間に合わない。から。ここは自己回復。のベホイミ。倍速止めて、戦いのスタンプ。船歌！まだ！船歌押せよ、ちょっともう！早くしてくれよ！で、コメットは、いや、ちょっと待って、やばい、ゲージが飛ぶな、これ。どうする？船歌。お、いいね、そこの、特薬エテグランデ。防御。お、いいね。よし。船歌入れてからが勝負。船歌入れれれば。ちょっと待って、これ無限ループですか？それは。ドラクエさんのお箱の無限ループってやつですか？これ。このまま。これノーコンクリアあるで、これ、マジ。ノーコンクリア。
よし。で、船打ったんで、ちょっともう、そろそろちょっと強気に行こう。強気に行かなきゃいけない。これは。ドラゴラムとルビス、打てれ、バー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 。うわー、特約が切れる、もう。ドラゴラムルビスを一気に弾ければ両手潰せるから、トム部長早く！トム部長！ああ、トム部長！進展、おし、来た！ルビス、ルビス、ルビス、ルビス！うわあ、ちょっと待ってた、道具無理、今道具が無理だ。凍える吹雪が来る！おし！アモール。ダメか？無理？来た！よし。先生。ゲージは一回割ったよね。一回割ってたよね。割ってねえわ。割ってねえわ、ゲージ。あ、やばい。うわ、二人落ちるよね。二人落ちるね。二人落ちます。ちょっと待って、ちょっと待って、これ。やばい。ああ！やばい、脇汗がやばい。はい、ここ、こう。よし、よかった。で、ザオラルなのか？ダメだ！もうダメだ！脇汗がやばい、もう脇汗が尋常じゃないぐらい脇汗がかく。尋常じゃないわ、これもう。はい、コンティニューします。コンティ直後はね、マックスタートなんで、おっしゃ、ポコしてやる、フルポッコじゃけえの。マジ、オーバーキルやけんの。オーバーキルじゃん。あ、くらえ。新鉄撃撃てなかった。撃てなかった。はい。まあけどね、あの絵的にはね、もうこれは勝ちですわ。うん。まあ一コンしたけれども、まあ勝ちだねこれは。正直、まあ8コンはするかなと思ってた。うん。8コンティニューぐらいいっちゃうかなって思ってたんだけど、まあまあ結果として1コンでクリアなんで、うん、ありがとうございます。はい、アトム部長ありがとうございましたね。この冒険ランクももらえるんでね、やっぱりそのやっておくべきだね。コンティニュー覚悟でもやっておくべきです、これは。うん、だから1コンだったから結局ジェムはまあ400、報酬がね100ジェム減ると、まあそういう考えで無駄だと思わずにね行きましょう。はい、ということで今回はデスダムは伝説級のソロ攻略でした。はい、なんか報酬で多分今鍵出てたよね。まあまたちょっと鍵ね募集しますので、ぜひとも参加ください。あの行きましょう一緒に。ちょっともう疲れた、もう喉がカラカラなんだけども。はい、ではデスタムは伝説級ソロ攻略でした。ご視聴ありがとうございました。you